今日は、多度に来てるんですけども、登山っていうか、山頂目指すわけではなくて、前から気になっていた、青池神社を、目指したいと思います。前回足をつってしばらく歩くのが辛かったので、のんびり歩けたらなと思います。で、無なし方面、こっち、ここが、切っちゃってますけど、無なしの自生地で、で今回はこっちの奥に行くって聞いたんで、ちょっと行ったことないですけど。目印っぽいものもあるんで大丈夫かな。テープある。いいのか。なんかこのフェンスの写真見たことある気がする。よいしょ。メインのルートではないんで、クモの巣とかいっぱいあんな。なんか広いとこ出た。しばらくこんな感じの道が、続いてて楽なんですけど、ちょっと無理してまた足痛めるといけないんで、ペースはゆっくりのんびり歩いていきたいと思います。下るんだ。その気がしなくもないけど、歩きやすい方に来ちゃったけど、いいんかな。わからん。青池神社の上りがあるってことは取ると思うかな。多分今は使われてなさそうな、なんだキャンプ場か、なんだ。上りがあると安心する。これは
関係ないはずだ。ここでいいのか。奥にも登りあるもんな。行くか。失礼します。じゃあ、道と同じ道で戻ります。よいしょ。さすがに小走りだな。道路の出た。結構走ってきたな。ここからちょっと上りか。調子乗って小走りしてたらこの坂がきつい。体力温存しとかなくなった。みんなしんどく終わってきた。あとちょい。まあ帰りはこっちから。写真で見るよりもすごく雰囲気があって神秘的というか、ちょっと一人だと少し怖い感じがするぐらいだったんですけど、まあ、非常にいいところでした。で、まあ、ルートものんびり軽い運動っていう感じで歩けて往復10キロぐらいかな。まあ足の流しにはちょうどいいかなと思いました。クリーム大福3つと、はい、かりんとうまんじゅう3つ、はい、汁の方がいいですか。あ、汁の方がいいです。まっかりね、はい、3つとこちらも3つね、はい、はい、